先日ですね、党の会議の動画が流出しましたけど、その党の動画を流出した誰かをちょっと分かんないですけど、それは問題にならないんでしょうか。党の会議、誰がどの会議ですか。3時からやっぱ、金曜日の3時からやってる、打ち合わせです。打ち合わせですかね。政治家女子高生党の、あれ、NHK 党もどこらしいんですか。まあね、基本的にはあんまり褒められた通りじゃないと思うんですけど、ただ、公党なので、公党でやってる会議が流れて、まあ、基本的にそれの違法性があるかというと、まあ、基本的に違法性した復讐で公共性と言われちゃうんですよね。なので、まあ、褒められた行為が、ね、じゃないし、まあ、基本的に党規則上とか、党員規則上とか、もしその、なんか党のあれを汚す行為みたいな当たれば処分の対象ですが、まずああいうのって特定が難しかったりするので、まあ、基本的には難しいんじゃないかと、まあ、分かればそういう規則とかに照らし合わせて処分の可能性はあると思うんですけど、まあ、いつも言ってるんですが、基本的にはもう全てオープンになると思って、やることだと思うし、まあ誰しも、斉藤党首もそう言ってますし、まあ立花会見責任者も常々そう言ってるので、まあ、ちょっと立花さんの場合は若干オープンしすぎなところがあって、あんまりこう全体的に自ら損に持ってるってことがあるんですけど、まあ、でもそれが他の党の魅力でもあったりして、他の党が隠していることを、なんでこんなもっとオープンにしないんだみたいなのがあるので、まあ、その意味では、褒められた行為じゃないですけど、何かしらそれをもって、処分という感じではないかなというのが私の見解でしたが、もし個別に何かそれを見て、その部分でさすがにそれダメだろうってあれば大丈夫ですよ。はい、まあ、最後なんですけど、動画の中でですね、立花さんが政治家女子の人たちに、まあ、大津さんにたくさん裁判を仕掛けろっていうことを言ってるんですよ。で、仕掛けない場合は、仕事を与えないぞとか言ってるんですけど、それはどう思いますか。まあ、だから基本的には大津さんに対して、何かしらの、民法上も含めて違法な行為があれば、党としてまとめて対応するから、教えてくれということで、その表現に関して私も言いましたけど、違法性があるとは思えないんですけど、まあ、それがその例えば田島さん、まあ、政治家ではあるんですけど、ね、政治的な立場で適切かどうかは見られた方、もしくは有権者の方含めて、そういう方が判断するものかなというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。その他いかが。